かれんこんです。お疲れ様。今日はドライブインライブでした。楽しかったです。もう久々に人前で踊りました。お疲れ様。楽しかった。アイドルしたわ。アイドルしたけど、もうあんまり顔面気にせず、なんか本当はこれくらいで留めたら一番可愛いんですよ、写真写りとか動画写りは。だけど、もう楽しいとさ、顔なっちゃうんですよ。この顔で写るより、会いたかったってやる方が可愛いんですよ、写真はね。動画とか、会いたかったってやった方がいいんですけど、楽しいと、会いたかった、会いたかったってなっちゃうんですよ。その顔でした。やっぱ人がいるとね、全然違うわ。福田って車に書いてる人とか、福田っていううちわを持ってる人とか、福田っていうタオル持ってる人とか、車だったんですけど、車にやってるとかめっちゃ見えましたけど、いや、私が心配だったのは、ナンバープレート白ってことは自分の車だよね。車にそんな大丈夫？貼ってって心配。心配しました。マグネットとかか。なるほど。まあ、確かに、レンタカーの方がダメか。でもなんかね、多分みんな徐々に学んでるんだろうね。隣の車とか見ながら、あ、こうやってやるのかみたいな感じで、やってんだかなとか思いながら、みんなの愛を感じながら、しっかりその愛は見えてましたし、伝わりました。どこナンバーが多かったか、どこナンバーが多かったかわからんけど、でもなんか昨日とか一昨日より四国から来てる人、四国ナンバーの人が多い。四国から来てる、まあ四国ナンバー、例えば何？愛媛ナンバーでも広島に住んでる人がいると思うからあれだけど、四国ナンバーの人が多かったんだって。目分量だけど、目分量で、スタッフさんの目分量ですけど、四国ナンバー多いと思う、多い気がするって言われて、え、マジ？ってなりました。やっぱそこは四国観光大使なのかなって思いましたね。嬉しい。ナンバープレート見えますね、それは。まあ車が並んでるんで。マイキベア、ありがとう。いやー、でもちょっと若干声が低くないですか、今日。声出しすぎたのか、多分。なんかガスガスなんだけど、声が。いや、でも本当楽しかったです。ありがとう。
こっちかミラーボール楽しかった。あと外野外、野外っていうんですかね、外ライブがもう今年初久々だったので、もうね大変でしたけど、もうめっちゃ楽しかったです。ガイドさんのライブも袖から見てたんですけど、みんな楽しそうでよかった。そっちゃんさん頑張った、ありがとう。今日はガイドさんとも、ガイドさんと炭鉱大使さんが大使とガイドが仲良くなってた感じがして、私目線ですけど、なんか良かったです。コールめっちゃ聞こえたよ、もうなんか半泣きでした。コールが聞こえるのもなんか泣きそうになったし。ダイバーベアありがとう。あと飛行機雲で回してくださいって言ったら、みんなバンドが回したりとかペンライト回してるのが見えるんですよ。なんかそれが嬉しくて、本当にもう楽しかったです。感動しました本当に。ガイドさんと観光大使が結構絡んでて今日よかった。ペンライトの色も全然見えました。めっちゃ暑かったですけど、まあ雨降ってなくてよかったなって思いました。いやでもみんな車の上の装飾がすごい。いや装飾してるのとしてないので、してないのが悪いわけじゃもちろんないし、どっちも嬉しいんですけど、そう車の上の装飾とかも見てるのも面白くてすごいなってなりました。あまたミラーボールありがとう、なんかちゃん。いや晴れてよかった本当に。まあでもみんながこれで楽しかった楽しかったでいいけど、こうね感染症に感染してないことがを祈ってますよ本当に。ライトとかもね、そうそうライトもライトは OK だったんですね。プップはさすがにうるさいのか、ライト OK だったんですよかったです。いや今日はなんか本当やりきりました。もう日焼け止めで体がキシキシだから早くお風呂入りたいでもほんとよかった、みんななんかアイドルできました久々に。今日はね写真めっちゃ撮ったんですよ。なんか自分の写真はあんま撮ってないですけど、ガイドさんとかあとメンバー、自分以外のメンバーの写真をめっちゃ撮ったんで、またちょこちょこ告知用に使っていこうかなと。なんかほんまにメンバーに合ってなさすぎて、何かが決まっても告知するための画像がないくて困ってたんですよ。だから今日いっぱい撮れてよかった、素材がゲットできました、みんなの激カワな自分の素材はねいつでも自撮りすればいいし、別に撮れるんだけど、メンバーの素材はなかなか会えないとあれだし、レッスンとかで会ってもみんなすっぴんだから、まあそんな載せられたくもないだろうしっていうので、今日みたいな日は特徴ですな。まあ、告知できるイベントが決定すればいいんですけど、よきまる。どんなに時が過ぎ去っても君のことを、声君の顔が浮かぶだろう、同じ空を見上げていたって忘れないよ。
スチューデントさんにいいねされる、ありがとうございます。うん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 、遠くから眺めてるだけじゃ何もたたたた見つからないでた、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を切って、調子で聞いて前髪を聞いて何をためらうの、こっから歌わりてってん、僕は君が好きで、この一行、僕は君が好きで、君は僕を好きなだけさ、この先のことなんか誰もわからない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋を、これね、なんかそのフェイスガードだってよこれ、いつの日にか思い出せるフェイスガード、フェイスシールド、なんていうんだ、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いがないように、いつの日にかまた出会って笑い話できたらいい、そう涙以上に微笑む、なんかそういう振りが結構あったな。あ、なんだっけ、なんかマスクとかフェイスシールド、マスク、ソーシャルディスタンスみたいな、あのちょっと MV に入ってるかわかんないけど、振り入れでなんかいろいろありました、意味が。あと何があったかな、そんな感じのがありまして、いや覚え方、そういう振りなのか知らないけど、覚え方とか、そう、あーなるほどねーってなりました。衣装かわいいよね、ベア、ありがとう。お腹すいた、何も食べてないんだけど、何食べた、みんな夜ご飯、私今日何食べたい気分かな、そうめん茹でに行きますか、いてててててて、ていつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いがないように、いつの日にかまた出会って、怖っ、不安定、笑い話できたらいい、そう帰る日のように、今日はツイッターも完成したし、メールも送ったし、完璧。微笑んでいたい、ずっと。もう汗で前髪がぺっちゃんこでさ、なんかいつもとやってる携帯違うんですよこれ。まあ充電持つかな、微妙。だからなんか肌の色が濃い気がする。え、ホワイトバランスの問題か。
手に入れたらきっと怖くなるように臆病な…え、待って、なんかね、おきちゃんが教えてくれたんだけど、なんかポテトチップスに卵を3つぐらい入れてぐしゃぐしゃにして茹でたらいいみたいな。なんだっけ、え、なんかね、それ作ろう。たま、そうめんはいいや。卵焼き、ポテチ。あ、Wi-Fi 繋がってない。なんで？なんだっけ？Wi-Fi繋がってない。なんで？なんかポテチをめっちゃ粉々に砕いて、ポテチをめっちゃ今日目力ないなまあいいか、ポテチをめっちゃ粉々に砕いてね、でなんだっけ、卵を溶いたのを入れるんだって。それでなんだっけ、茹でるだけ15分。え、やりたい。んですよ、ポテチをめっちゃ粉々に砕いて、気持ちいい。3つぐらいいる？何個いると思う？3つぐらいでいいか。3つ多い？3つ多いかな。多いか。で、塩、胡椒、胡椒と塩。え、これ塩だよね。びっくりした。塩じゃないものかと思った。これを溶きます。よし、お湯も沸きました。お湯沸いて、これをポテチの袋に流し込む。うわー、あふれた。片手でやるもんじゃないっすわ。
めっちゃ幸せバターの匂いがする。まあいっか。え、これでわーってやって上を、え、上閉じてた。これおきちゃん、洗濯バサミで閉じて、よいしょ、15分待つなり。15分測っといて。今何時だろう。10時ぐらい、10時15分、13分ぐらい。それまでの間暇だからアンパンマンチョコでも食べるか。お湯多かったかな。沈まない全然。え、どうやったらお湯沈むの。蓋した方がいいのかな。まあいっか。ドキンちゃん、美味しいらしいよ。これ洗濯バサミ溶けないかな。心配。まあ大丈夫か。あー、美味しいよー、水ー。どうなるかな。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。あ、オムレツ、卵焼きオムレツ、あ、オムレツ作ってます。うわ、チーズあるよ。チーズ乗せたら絶対うまいな。アレンジレシピ、リンコちゃんがリンコって言われて嬉しかったって。嘘、リンコって呼び捨てしたくなるよね、リンコーって。リンコのキャッチフレーズが変わっててびっくりした。忘れないよ、ドゥ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 。みんなカップラーメンの汁ってさ、どうしてるの。待って、この間にお皿洗い
すればいいんじゃね。でもいいや、めんどくさい。もんちゃん元気な人が元気だったらみんな元気だよ。マジ元気すぎるよ。いいことだ、元気が一番。アイドルはもう15分経った。あと10分も待ってない。でも無駄ないように。7サイズベアありがとう。いつの日にかまた出会って、笑い話できたらいい。その涙よし、皿洗うぜ。ついに皿洗っちゃいますぜ。なんかパクチーの袋が立ってる。いい感じ。超いい感じ。みんな皿洗いをする福田に恐れおののの、おのぼくが良い。あ、明日半沢直樹じゃね。明日半沢直樹じゃね。今ね、女王の教室見てるの。女王の教室懐かしくない？女王の教室見てるんだけど、なんか懐かしい。めっちゃ昔もう一回見て、私の世代じゃないんですけど、女王の教室、なんかああいうドラマ好きなんですよ。見て面白くて、また2回目見てる。ギャー。当時かなり苦情が寄せられたらしい。あーだろうね。今は絶対放送できないだろうなって思いながら見てるわ。まあね、そういうもんでございますか。マミさんかっこいいね。ベアありがとう。猫。世界一受けたい授業って土曜日だっけ。っていう言葉は経過順で学んだが、大人になった今日多分目力がないのと、口をあんまり塗ってないのと、前髪がストーンってなってるので、やつれてるようにだん、なんかやつれてるように見える、やつれてるようになんかキャピキャピ感がないのか、キャピキャピ感の消失、初音ミクの消失。
虹だもの待ち望みもそう踏み返し映し出す鏡打て姫もやめ叩きつけるように叫ぶ泣き声を僕のだけの音あんな声出る人いるの？ゴロミちゃん元気かな？あと5分？結構15分って長いね。毎度いい性格してんなのって適当なんですよ。程よく適当なんですよ。なんとかのドア近くなんだっけ夕暮れの電車のえ帰り道の電車の放課後だ放課後の電放課後の電車のか放課後の電車のドア近く同じあ通学の電車のどうするでしたわ通学の電車のドア水筒の中のパッキンまで洗うっていうねそれはそうか同じ時間よく会うあなた湿りの逆性服を着た一つ前の駅で降りてく人ありがとう、ミラーボール。ねえ先生、ねえ頑張って初めての恋。ねえ先生、胸の奥でつなげる。うわ、めっちゃ洗い物ってさあ、めっちゃすぐ終わんじゃん。10分かかんないじゃん。はあ、でもさ、仕事とかもそうだよね。なんかさ、10分ありがとう。10分さかかんないのにさやろうって思うまでの時間とさあやりたくないやりたくないって思う時間がさ5時間あるからさ実質10分の仕事も5時間10分かかる。
やりたくないよって言ってる時間が長いんです。人間そういうものですよね。もうなった15分。やばい、キッチンペーパー買いに行かなきゃ。5時間どころか下手したら3日4日かかるから。パッタン、パッタン、イエーイ。こんな状況です。ありえる、こんなこと人生で。ほんと料理研究家の人が見てたらもうびっくりするわ。え、マジでこれ料理に厳しい。私もし姑で、で大事にしてたまな息子の嫁さんがこれ作ってたらなーえーってなる。嫁がこれ作ってたら、じゃあ嫁っていうか義理の、え、なんていうの、自分のまな息子の嫁がこれ作ってたらやだ。さて、さて、開封です。あ、めっちゃこのアルミが炙られ、アルミポテチの袋が炙られてる。え、なんだこりゃ。なんだこりゃ。おお、すげえ、すげえとか言っちゃった。え、マジか。え、じゃーん。え、すごい、すごい匂い、幸せバターの匂いがする。いただきます。え、これどうやって味、ケチャップ。うわ、でもちょっと、あ、でも下の方ポテチだ。めっちゃわかるかな、めっちゃポテチ下の方。あ、え、不思議な味。なんだこりゃ、なにこれ。ちょっとケチャップつけてみよう。普通に美味しいんだけど、何味か表現できない。幸せバター味でもないんだけど、なんて言えばいいんだろうね。え、難しい。うん。あるある、全然あり。え、めちゃくちゃありだよ。これ、この手軽さで、だってこれポテチ、だからね、多分私の、あ、卵とポテチの混ぜ方が甘かっただろうね。ちょっとポテチと、パスタの方がポテチでちょっと分離してるから、まあ、成功ではないんですけど、全然美味しいですね。これちゃんと作ったら絶対うまいわ。で、幸せバターで作ったんですよ。家に幸せバターしかなかったから。これを、なんか、海苔塩とかで作ったら絶対美味しいと思うわ。卵焼きっていうか、こういうも料理として捉えれば全然美味しい。ほら、とろとろだし。
常にうまいんだわ。これ最初に考えた人やすごいわ。こんな感じです。サクサクはしないかな。オムレツ本当に名付けてなんだろうね、ポテチオムレツとしか言いようがないかな。だからこれ多分ね、火加減とかうまくやれば絶対、ね、料理上手な人がやったらめっちゃうまくいきそう。確かにポテチ一袋食べてると思ったらやばい。ん？やばいな。十時だわ。ごちそうさま。何気にペロッと食べれたっていう。ごちそうさま。え、熊田は？うわ！オビスさん。オビスさん、ありがとう、熊田は。ペンギンも。ペンペン。走れペンギン、どこにいても。ああ、オビスさん、ありがとう。ごちそうさまでした。うわ、もう水飲んでアイドルとしてありえない声出ちゃった。三連タワーすごい。おみさんありがとう。ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとう。暑い。めっちゃ暑いわ。なんか夏だからやっぱペットボトルの消費量が半端ない。だからこの後そうめんも食べようかなと思ったけど無理だわ。諦めよう。よし帰るよみんな。暑っ。うう、お風呂入ろう。おかえり。
半に終わろう、半に終わります。深い海の底に珍しい魚を見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じたんだ。そうめん細すぎる。笑った。マリーナマップ久々に行きました。今日太陽は教えてくれる。暑い暑い、どんちゃん暑い時はどうするの。燃え盛る情熱の季節を。シュッとなった、ありがとう。あちい。パレオはエメラルド。ハッピーターン久々に食べてくとうまかった。え、それな？ハッピーターンとかさ、じゃあハッピーターンとじゃがりこって久々に食べたらめちゃくちゃうますぎるランキングじゃない？なんか毎日食べるものではないんですけど、なんか久々に、あ、なんかじゃがりこ食べようかなと思って食べたり、ハッピーターンあるわ、差し入れかなんかでもらいますって食べたらめちゃうまーってなって、そっから1週間ぐらいハマるみたいな。あ、なんなんだろうね。でもちょっとひた段落したら落ち着くんだけど、またブームが来るみたいな。そう、あれは美味しい。なんなんだろうね。うまーってなるよね。めっちゃわかる。うわ、てか四国のさ、なんかしりとりみたいなニコ生の企画でさ、3万円ゲットしたじゃんか、したんですよ。チョコモナカ。何食べに行くの？だって6人ってこ、6人で3万円お食事券ゲットしたってことは、6530は1人5000円でしょ？ 1人5000円ってだいぶ難しくない？普通の食べ、例えば、まあ、食べ放題とかだったら、3000円ぐらいじゃないですか。4000円か？ 3000 円。まあ、ドリンクつけたら、まあ4000円ぐらい。なんか、5000円って難しいよね。めっちゃ高いとこ行くには足りないし、かといって、その、いつも、私らみたいな若い子が行くようなとこだと、ちょっと、安すぎるみたいな。おかなんベア、ありがとう。どう、何食べればいいかな。ゼロセンスハートセンカ、ありがとう。焼肉行って帰りに焼肉、ちょっとよさめの焼肉行って、ちょっと良さめの焼肉行って、いつもより。で、帰りに、みんなで一個ずつケーキ買って、帰って、福田家で食べて、二次会するってなと。食べ放題と、食べ放題じゃないんじゃないですか、例えば焼肉だったら。なんか女子は、私で、私の計算だと、もう女の子ばっかで行くとね、食べ放題の方が高くつくんですよ。一人3000円も食べないから、食べ放題じゃない方が安くつくんですよね。だけどもう気にするのが面倒くさいから、お金のことを、食べ放題に行くんですけど、ちょっと割高でも。そう、食べ放題じゃない方が安くつきますよね。なんか場合によれば。
お寿司もいいな。でもお寿司はこそ難しいよね。回転寿司で5,000円、じゃ3万円は無理だけど、そんなに。かといってどのランクに行けばいいのか分かんないからね。3万円って多いよね。2万円でもだって1人3000以上使えるから。直のお店、なんかそれラバーガールのコントであったな。わ、ハゲナッツあり。あ、先に予算やっとけばいい。やおもろそういうこともあるんだ。でもまあちょっとご飯行きましたとか、なんかうちでホームパーティーしてますとか、ちょっとあんまねえ、ちょっと乗せづらいご時世じゃないですか。そんなできないし、まあライブやってるのに何言ってんだって感じですけど。だからちょっとそのやっぱせっかく番組の曲でもらったからにはちょっとシェアしたいなって思うから、シェアできるようになったら行きたいなと思うんですけど。でも四国で仕事するたびに、今日もですけど、ご飯いつ行くってみんな言うんですよ。おきちゃん、うなぎ食べたいって言って、私うなぎ食べたいんですよって言ってる。まあ確かに、うなぎだったらまあ、5000円の重箱みたいなのありそうだなとか思いながら。なかなか渋いぞって思いながら。だからお楽しみに。そうね。5000円のうな重だったらもう、てか自分ではそんな買わないけど、食べさせてもらうんだったらマジで、え、マジっすかってなるみたいな。割とジャストだと思うけど、果たして本当にうなぎでいいのかっていうのありますね。あんまり、足らんの！うなぎってそんな高い？まあ、考えますゆっくり。結局何してもみんなで食べたら絶対美味しいんで。いや、私は別に何でもいいんですよ、みんなと食べれれば。あ、うなぎ高くなったの。あ、そうなんだ。あんまうなぎ食べる文化自分家でないからさ。うなぎあんま食べたことないから分かんないんだよね。好きか嫌いかもあんまり分からん。お酒はあれだね、の食うことか。葵ちゃんは未成年だし、その飲んじゃダメだからそれは飲んじゃダメでしょっていう。だから食べ物だけで5000円って結構じゃない？1人だって。ソフトドリンクなんてせいぜい 2,3 杯飲んでも1000円ぐらいよってなったら結構だよね。夢広がりますわあ、半になった。じゃあそろそろ終わります。メリケン屋に5回に分けていく。おもろ。メリケン屋1回行っても1000円使わないからね。メリケン屋だと10回行けるよ。おもろ。まあ、ちょっと、また考えます。こうやって何しようかなって言ってるのが超楽しいんで。あ、ベリゲン屋で金額調整、おもろ。ランチを呼びます。いいよね、かわいいよね。3万円もらってさ、どこ行くっつって、ベリゲン屋行きましたって言ったら、もう、いや、四国かわいいなってなりますよね。面白。ハイパー、ありがとう。アーツ、ありがとう。ダルビ、讃岐うどん大学卒、マジか。うどん、久々に推しを見られて幸せでした。いや、私も久々にほんと見てもらえたよ。あつ、
幸せバターのビッグパックを見つけたら必ず買う。え、わかる。で、幸せバターあんま売ってるとこないもんね。はやた、福田あかりよし。今日もありがとう。ライブ晴れてよかったね。ほんとそれ。お疲れ様。ゆっくり休んでね。はーい。まさひろー、ありがとう。かっちゃん。公演お疲れ様でした。自分も早く生で見たいです。いや、ほんとね。結構車だったら難しい人も多かっただろうしね。ブーちゃん、肉卵店。四国へ帰り、こちらへやってまいりました。やっほー、ライブ楽しかった、ありがとう。よく水曜、みんよね、親猫、親猫よいしょー。宮地劇、オイラは VR で見れるの。あ、そう、VR もね、あるんですよね、後々。後々?うん。かつやー、ありがとう。海、ありがとう。七千日、ドライブインライブ、お疲れ様。お疲れ様。マイキー、お、汗だく、マジで汗だくだったね。自己紹介の時の顔、福田楽しそうで、ライブ見れて、ちゃんだま、お、ちゃんだまゲットしたのすごい。またイベント行きたいな。ほんとそれ、イベントまたやりたい。りょうとあるさん、今日もめっちゃ楽しかった。ヘッドライトでめっちゃ応援したよ。ヘッドライトめっちゃピカピカで綺麗でした。ありがとう。おみさん、ありがとう。なりば、かんず、そっちゃんさん、うーた、かなぶん、なるみ、あつ、あーつ、やんしげき、まさひろ、まさ、はやた、ハイパー、かんちゃん、かつや、ななせんいつみ、ぶーちゃん、まゆき、りょうた、おみさん、ありがとう。私が福田ばって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外の福田は瀬戸内、三度の飯はどんな決まり。香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした。皆さん一日お疲れ様でした。じゃあよく寝ましょう。あたしもお風呂入って寝ようっと。お疲れんこ、おやすみ、めんざめでした。バイビー。